こんにちは。はい、今回は今回はマッキーと一緒です。はい、お願いします。カミカミですよね。はい、やりましょうか。むしろ噛んでいこうみたいですね。はい、よし、早速。はい。はい、では第2回目は、はい、第2回扉編は、構造の説明とパネル層を使った寸法カットということでやっていきます。はい、お願いします。お願いします。はい、前回終わった時はですね、今回作る扉の、図だけ出てきたと思うんですけども、今回は具体的に、サイズの方実寸でちょっと書いてみましたので見てください。で、一応これサイズ実寸書いてますけども、そこ扉をと、取り付ける場所の枠にピタッとはまるサイズだったら、扉立て付けの悪いだけの扉になってしまいますので、数ミリ開けてます。はい、上下左右数ミリ開けてますので、それを踏まえてサイズを考えました。で、まず、縦が1760で、幅が645にしています。あ、ちなみにこれ全部数字書いてますけど、ミリで書いてますので、センチではないので。はい、はい、お願いします。で、ここが、縦かまちって言います。縦かまち、横かまち、中かまちって言うんですけども、縦かまちが、1765と、幅90、そして厚みが30、これを2本用意します。で、次横かまちですね。この横かまち、横かまちが実際の幅、ここの横かまちの分が465って書いてあるんですけど、この青いマーク、これ青いマーク何やと思います？これは補助ですね。はい、そうですね。だから補助分を加えないといけないので、補助分がそれぞれ、60、はい、足してますので、465より60かける2したら何ぼですか？585。そうです、585。ということで、横かまち、ここの分が585の、長さが585の、幅が90。そして、ちょっとこことここの高さを変えたいので、面落ちですね。面落ち、はい、そうですね。面落ちしたいので、26にしました。厚みを26にしました。で、これをまず1本、そしてここ同じですね、補助分加えた、465に補助分加えた585で、こことちょっと、幅が違うんですけど180で、面落ちした26の厚みの分、これを2本用意します。はい、はい、そして中かまち、中かまちもこちらが760なんですけども、この青いまた補助ですね、はい、補助分が40ずつ取ってます。はい、のでプラス80で840です。そうですね。なので、840、そして幅が90で、またここよりもさらに面落ちをさせたいので、厚みを22、これを1本、そしてここですね、ここも、補助分加えた、630と、で幅が90、そして面落ちした22の厚みのものを1本用意します。で、一応ここ前回の図で斜めの板が入ってたと思うんですけども、この板の方は、もうちょっと今回省いて、後でこの、はい、枠分だけちょっと、まずカットしていきます。はい、はい、前回扉を作るときに選んだこの杉の4メートルの杉の材ですね。これから、実際に、出した寸法の縦かまち、横かまち、中かまち、これが実際に取れるのか、検討をつけていきたいと思います。で、まずは、ここですね、端っこに、割れ止めで波板が入ってますので、この分は余分にカットします。で、縦かまち1760なんですけども、製材の時用にちょっと15ミリ多めに取りますね。こんな感じで、幅がこれ190あるって言いましたよね。なので、90幅の縦かまちが2本取れるので、まあ、これ置いていきます。で、次は中かまち、はい、はい、これが840、はい、
さ、長さが、はい、中川町2本ありますので、この長い方を取っていきます。で、やっぱり製材の時用に15ミリ多めに取りますので855ミリ、はい、855ミリ取りますね、はい、よいしょ。で、こっち600、まあ、15加えた645分は、まあ、855から取れますのでまあこれはこれでで2本取ります。はい、はい、次、はい、次横加町なんですけども、横加町は幅が180あるので、これ190って言いましたよね。なのでまずこちら2本取っていきます。で、同じように15ミリ、はい、そして600ミリ、はい、600ミリ、ね、はい、がもう1本ですね。はい、はい、こうすると、はい、こうするとこの90幅の横加町が1本足りませんよね、はい、うん、足りない、それじゃ困る、困ります。ちゃんとじゃん用意してます。でここから、最後のこれ、そうですね、横加町、はい、600取ります。それではいざパネル層へ行くよ、マッキー。おう、パネル層到着、到着、よいしょ、よいしょ。ではちょっと長いんで、まずはさっき見当つけたところワンカットします。はい、ここですね、ケントをつけたとここなので、はい、合わせて、しっかり合わせてポチッとな。はい、じゃあ行きます。はい、簡単、パネル層があれば簡単ですよ。簡単ですね。できました、切れました。はい、はい、では縦かまちからカットしていきます。まずは縦かまちの1775ですね。はい、ここです。1760+15ですね。そうですね、はい、はい、設定します。コンって言っちゃダメですかね。強く当てすぎたらダメですね。優しく、優しく、ソフトに、はい、女性のように扱ってください。はい、ではポチッとな。はい、大丈夫でしょう。見てください。簡単に切れました。はい、では同じようにどんどん切っていきます。はい、待って、縦加町と中加町、カットしました。でこれ縦に割るんですけれども、それはもう製材をしてから、ちょっと杉が反ってるんでね、製材をしてからまた、カットしていきたい、縦に割りたいと思います。はい、それでは、今日はここまで、また次回は、次回は削っていきます。削っていきます、はい、機械がね、はい、また来週。バイバイ。